優雅ごとくエイトに登場する雨降り降りのおばさんがリアルに再現されすぎてる。わら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 に対するみんなの反応、マジでヤバかった。雨降り降り龍が如くでは完全再現されている。ちなみにセブンにもいた。雨降り降りリアルすぎるやろ。わら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 、横浜中華街で似たようなことされて財布勝手に開けられて勝手に金払わされたから二度と行く気にならない。途中で選択肢に逃げるとか出現すると思って期待したけど、そこまで作られてなかったのががっかりポイントだな。実際こんな押し売りなのか。横浜来ると必ずこれに遭遇します。特に中華街。横浜中華街わらわら、一応断ることはできるんだな。そんなに優しくねえよ。断り続けると罵って中指立ててくるしな。断っても断っても声かけが止まらない。細かく作り込まれているな。断り続けると戦闘になって負けたらなぜかアイテムが全部雨栗になってるとかやればいいのに。というか量にもよるが300って安いな。実際は300円などありえないわ。最近祭りに出てる雨栗屋台で大袋が5000円で中袋が3500円で小袋が1500円というぼったくり値段設定になってるからね。優雅ごとくレイトの雨栗のおばちゃん、マジでしつこすぎてオルトキープラスファンクションキー4を仕掛けた。現実世界ではフルボイスでスキック不可です。もうダメだ、おしまいだ。こういう看板があるくらいがち。日本行った時この看板の実物を見かけて、どんだけ押し売りがヤバいだよわら、言うてたかが甘栗でしょわらって思ったが、U7 で甘栗押し売りおばさんに出会って押し売りヤバすぎって思っちゃった。龍が如くシリーズはやっぱり日本観光ガイド。甘栗買うのは龍が如くで学んでる人多そう。甘栗売りとは目を合わせてはいけない。わらわら、龍が如くエイトの中華街で甘栗を売りつけるおばちゃんのゴリ押しはここから来ていたのか。わら、横浜中華街での甘栗売りは本当に舐めない方がいい。試食断り続けると最終的には顔面に栗を押し付けてくるぐらい強引だからな。甘栗売り、そこまでめちゃくちゃ強引ってほどではない。かっこ人通りが多い時は流れに乗って逃げられるし、買う気がないなら試食も断った方が無難とは思う。いつも無視してるけど試食するとこんなにしつこいのか。どんだけ。これ横浜中華街でガチでされるため甘栗売りのおばちゃんが試食渡してきても買う気ないならもらっちゃダメだぞ。もらった瞬間おまけしとくからねって言いながらすでに袋に詰めてるから。試食用の甘栗を配ってたのでもらおうと手を出したら指つかまれてそのまま店頭に連れて行かれた思い出。中身はスッカスカでした。お父さんがこんな感じの人に捕まって試食させられてて美味しいですって伝えたら嬉しいわ。大盛りにしてあげるって言われて大盛りにされてたんだけど、ちゃんと料金プラスされてて面白かった。本物は試食どうぞって言って客が手を出したら袋を乗っけて金を請求するからまだマシだな。中華街の公認マークついてない甘栗売り、だいたいこれ。この甘栗売りは本当にある話だから怖えんよ。幼少の頃引っかかりかけた。あれは控えめに言ってちっちゃい頃の自分には怖かった。悪質な店だと試食用の栗を使い回すので本当に関わっちゃダメだぞ。今は規制されてるけど少し前はマジでこれだったからな。かっこ一方的に数袋押し付けてきて買わないと泥棒だよって脅してくるレベル。幼稚園くらいの頃中華街行った時大人にしか試食くれなかったのを思い出した。甘栗売り、しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。これ結構ガチ。 Y も中学生くらいの時にこれあってをやよんできますねって言って逃走した。最近は規制されて減ったみたいですが、ほんま気をつけてね。後で来たらみんなのおすすめの喫茶店教えてくれると助かる。横浜民が首もげるほどうなずく。栗の次は桃だな。怪しい桃の激安路上販売店とかも出そうぜ。